はい、今年の1年は、僕にとってすごい濃い1年でした。リベンジのタイトルマッチも、はい、うまく、はい、ベルトを取ることができて、3人でニストさん、チャーリー、僕で3人でチャンピオンになれて本当にいい年でした。来年はこの初防衛戦がまた僕も一番強いと思っている日本ランキング1の宇治江福太郎選手、もう僕も全力を出してまた来年も頑張ってきますので、これからもよろしくお願いします。